この剣道家だっていうのをこうしっかりと大事にしてもらいたいっていうのは、やっぱり日本の伝統文化としての、まあ、やっぱり根本はこの剣道家だと。全日本剣道連盟の考え方としては、剣道の在り方はこうあってくださいっていうのがやっぱあるわけですね。だからそれにはやっぱり剣道の理念っていうのを昭和50年に制定してくれたわけですから、あの剣道の理念をしっかりと理解をして、なかなか難しい言葉ですけども、やっぱ剣の理法の修練による人間形成の道であるっていうのは、やっぱりそこのところは剣道をしっかりと修練しながら、やっぱり人間を形成していくっていうか、人格形成をしていくっていうか、立派な人間になる、やっぱり、社会のためになる、そういうような考えを持って剣道をやってくれれば私はいいと思うし、剣道のおかげでやっぱり、全国にやっぱり友達ができたし、また世界にも外国にもですね、友達ができたりこうしたっていうのは、剣道をやってなかったらこんな経験は